ははいこんんにちはキンちゃん B B H と申します、えー、今回はですね、えー、打って変わってですねベルトラを分析してみたといった内容でやっていきたいと思います。えー、これについてはですね、あのーまあ、動画でコメント欄で、あのー、要望がありましたので、えー、っと分析をしてみました。で私が選んだチャートではないので、もしかしたらちょっとね精度がやや落ちるところもあるかもしれませんが、その点、ご了承お願いしたいと思います。はいではですね、えーっとまあ、いつものように注意事項というか、 ですねえー、この動画はテクニカル分析が大好きな投資顧問でも投資表現者でもない白のさんがお見つけで作成している動画です投資を介入したり促したりするものでは全くありません2019年2月27日現在のチャートを見て作成していますので最新のものという保証もなくまた安全性将来の値動きを発信するものではありません参考にする程度でもお楽しみください投資に関する最終的な判断は全て自己責任でお願いしますということでやっていきます <laughs> ということでですね、えー、とベルトアラを分析してみたということで えー、掲示板投稿欄に、えー、確認したところですね、えー、92位ということでね、あのー、あまり話題になってない銘柄になっておりますでこのベルトラという銘柄はですね、あのー、まあ2か月か3か月ぐらい前に、あのーまあ、新規上場したあ株ですね新規上場銘柄になりますえー、っとティックスについては2825ということでまあ5時間ざらばわいてる中の2825なんで1時間大体、えー、600ですかね 600ぐらいティックスがあるということで、まあ、ひたちまあ調べたらね日立と同じぐらいかなちょっと足りないぐらいかなという,ようなティックスなんでまあまあといったところかなと思いますでえー、っと信用改ざんが、まあ、だいぶ積み上がっているなとは思うんですけどえー、っとまあちょっと空売りがないないちょっとこの辺は分かんないですけどまあちょっと信用改ざんがねちょっと積み上がっているのかなっていう気はしますそうですね まあそれぐらいですかねただですねあの、まあ、特徴としては、真下んが今あるんですね。真下んぽ規制があって、えーと、ある程度資金がないとですね、あの信用取引の立て玉立てられないということで、まあ、徐々に信用改ざんとかも減ってくるのかなというふうに思っております。ということで、手、え、話、ー、し,した後とですね、えー、っと、これを見ていると、多分ですね、えーまあ、あの新規上場銘柄で一番気になるのは、えー、っとどれだと思いますか 新規上場銘柄で一番気になるのはですねあのロックアップなんですよね。でロックアップについてはまあ,あのこれ絶対ではないんですけどあの大体1.5倍の株価で上場してから1.5倍の株価でロックアップは解除されるって聞いているのでそうすると750円ぐらいがロックアップ解除の時期なのでこの辺でロックアップ解除してるのかなっていう気がします。でこの辺で揉み合ってて出来高をつけて でこのね、あのー、揉み合いの目標レートがこの目標株価がこの辺なんですけどそれをまあオ,ーーオーバーランしてですね、えー、オーバーシュートしてここで揉み合っている状態です,今ですね今は。でこの揉み合いですねあの修足のペナントかなと思うんですけど、まあ、ギャップをつけて強いあの勢いで揉み合っているのですけど、えー、と若干ですね信用改ざんが増えてきて。 あのー、まあちょっと、あのー、売りが入ってきたのかな売りっていうかあの、えーっとまあ、手放す人が出てきたのかなちょっと、あのー、下,が下げてきたのかなっていう感じがしますねでこの揉み合いペナントを抜けた時の目標株価については、まあ、あの上に加く場合は1650から1750円ぐらいかなとで下に行く場合はこの、えー、価格帯別高があの効いているところですねポイント ですね、この900円から1000円ぐらいのところまで、えー、落ちるんではないのかなというふうに思います、はい、続いて冷やしちゃうとですねでえー、っときれいにですねエリオタードが並んでたので見てみたんですけど第 5, 第5波延長の、えーっと第,まあ、第5波まで来てるのかなというふうに思いますでえー、っとそうですねでちょっとねあのそれを考えるとアイランドリバーサルにも の形にも見えるんですけど、まあそこまでね急激に上がってないので、もう一個上もあるのかなというふうには思ってますね。1000円で、そうですね。うんとここから上に行くとさっきのとこですね。だ、う、い、ん、たい1650円か1650円までつけてもう一個上行くのかなっていう気がしますね。このこの動きを見るとですね。なので、とりあえずねこの引き落を見る限りでいきますと上に行く場合ですね、こういうふうにここで出来高を でき来かをつけるためにもみ合いにしなければいけないのかなと思いますなので、えー、とスイングで入る場合はしばらく見送りですね私だったらあの一 <laughs> 回上に行って N 字型に行かないと思うので一発で <laughs> あのこんな感じで一回こう,こういうダブル型につけるかさらにもう一回押してからいくと思うのでえっ、ー、と一回ねここのとこの,あのレジスタンスを叩いてから 押しってきて、もう一回この高値を抜けたらあの抜けてくる可能性が高いのかなというふうに思います。なので、まあこのあたりぐらいに逆差し値をこの高値に逆差し値を置いておいて入るか、このラインこの終わり値の実体のラインを終わり値抜けたら入るかっていう感じになるかなと。まああのロングで入る場合です。あロングで買い入ればいいですね。ななると思います。で逆にですね下に行く場合は多分ですねここの <coughs> ギャップをつけてくるかなとこのこの 要線の一番安いとこあるんですけどここをさらにさあの下回って寄りついた場合はもう多分大陰性に引けるのかなというふうに思っていますでその時の目標株価っていうのが、まあ、大体さっきの900円から1,000円ぐらいの辺りのところのポイントになるのかなと思いますだからもしね今ロング持ってる方っていうのはここでギャップつけて寄りついたらもう投げた方がいいのかなっていう気はします。あの私だったら投げるかなと でロングに入る場合は待ってからあのー、ここでこの1回高値をつけて待って押,し押すのを待ってここのここで下げないのを確認して戻ってくるところで入るかなという感じですね。なのでここでとにかくねここで出来高をつけない限りは上に上がることは難しいのかな。出来高をつけるとここで買うあの安心感が出るんですよね。ここで出来高をつけて上に抜けるとここで下げ止まるって安心感があるんで発射台になるんですよ発射台。発射台になります。なので、 もうしばららく待ってからですねここでどっち中いて入ったりとかすると今の状況はやられる可能性もあるとあの今第5波いっちゃってるので調整波がどういう動きになるのかが読めないのでただちょっと待ちですよねでちょうど今ねあの今日同じような私のイメージしている、まあ、こ,れこれがですねえー、っと上抜けたらどうなるかっていうイメージしている株があったのでちょっと紹介しますそれラクオリアですねラクオリアあこのもみ合いでこのもみ合いで出来高をつけて 上に放たれたんですけどどちょうどこの高値ですね、えー、とこの東の高値を超えて寄り付いて大要線になってストップ高で引けてると思うんですけどこういった形になるのをまあイメージしてます。なのでここはもう買いに入る場合は本当にあに例えばこれをこの高値を上抜けて寄り付いた場合はもう寄り付きで入るとかあのすごい差があってですよ差があってギャップギャップアップして寄り付いた場合もあの。 よりかかか入るととって考えいいいのかなと思います逆にそのギャップをつけて下がったらもう売りですよねまあ多分今売り切るのか分かんないですけど売りが売れないような感じかも分かんないですけどまあロングに入ってるならは逃げですねになるかなと思いますはいいかがでしたでしょうかあベルトラについて分析をしてみましたがいくつか参考になれば皆さんあ皆さん参考になれば幸いです、えー、本日も最後までご視聴いただきありがとうございますもしよろしかったらチャンネル登録と 高評価をお願いします。キンチャミビエでした。